皆さんこんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。石原家の経営のヒントプラス、今日は第184回目にして初の海外収録です。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ギャラリーが少しいますけど。そうなんです、あんまり騒がしくできないんですが、ここですね、はい、香港でハーバーシティという、ここは商業地域だと思うんですけども、港ですね。なんかね、一番人気のあるショッピングモールらしいんだけど、はい、またすごいことにですね、なんか巨大なアヒルが海に浮かんでるんだよね。そうですね、これでもなんか日本で見たことがありますね。これなんかね、オランダ人アーティストのフロレタイン・ホフマンさんによる巨大アヒルが世界中を旅するね、黄色いアヒルのプロジェクトなんだって。すごい予習してますね。いや、これ和業界の方に資料いただいたんですけど、はい、これこの大きさで引っ張ってくるんだろうね、これね。これまたどっか行くんですよね、そうすると。去年は東京にいたりとか、はい、ベネチアにいたりとか、いろんなとこに行って、これが来ると大騒ぎになるらしいけど、これ何百人もいるもんね、これね。あ、それでこんな人がいるんですね、今頃気づきました。で、今日はまだウィークデーだからあれだけど、はい、土日とかはね、これ、今日ちょっとゲストでうちのこの先で、声が聞こえてるんです。香港でニットのビジネスをですね、大きく経営されているですね、山田さんがちょっとアシストで来ていただいたんですけど、はい、これすごいですね。そうですね、土日にはもう歩くのが大変なくらいすごい人です。ちなみに山田さんはですね、非常にガッツのある方で、大学卒業した年に日本で就職しないで、これからは絶対中国だろうと思って、単身上海でしたっけ。香港です。あ、香港ですか、はい、あの日本人の方の経営してる会社に乗り込んで、いや、15年ぐらいですか。91年のぐらい。22年、はい、20年、はい、すごいっすね。その時にでも山田さんみたいな感じでいきなり中国行こうとか香港行こうっていう人行ったんですか。まあおられましたよ、まだまだ少なかったですね、はい。でもう立派に会社をね作られて、香港の方をですね百何十人も使ってニットのお仕事をですね、日本とヨーロッパにOEM で供給するみたいな形で、とても素敵なビジネスをしていますけど、アバンスさんですね。はい、そうです。はい、これ実はまた別の機会でね、ちょっとお話を山本さんにも伺いたいと思ってるので、今日は三角の最近世界を旅しながらインタビューしてるんですよ。はい、したいなと思ってて、はい、まあ、今日がその、ね、皮切りにもなってるかなと思ったんですけど、はい、まあ、香港なんで早速これ、ね、皆さんざわざわちょっと音が聞こえると思うんですけど、これ外で収録してまして、はい、まあ、やっぱり海外っていろんなハプニングが起きて、実はピンマイクを持ってきてたんですが、それが効かずにとか、あとホテルのコンセントが合わずにとかですね、まあ、そんな、どこにあるのか分からずとかね。そうなんです、はい、まあ、それも含めて楽しんでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。山本さんもオブザーバーとしてよろしくお願いします。さあ、ということで、今日184回ですね、はい、外でやるの初めてなんでちょっと不思議な感じですが、今回は技術取得システム開発の方からいただいてます。40代の方ですね、はい。中小企業である弊社は社内で教育することに限界を感じており、人材育成の一環として業界主体の外部研修への参加を社員に進めています。その業者の場合は月単位に契約しておけば、何人でも何回でも社員が興味のあるテーマのセミナーに参加できるタイプのものです。問題は社員の大部分が研修に参加したがらない点です。どうやったら前向きになってもらえるのか分からなく困っています。そもそも参加意欲を高める仕組みやまともな評価制度を会社として持っていないことが大きな原因であるのですが、それにしても全体的な傾向として学習力の乏しさが悩みの種となっております。自己投資とか会社のお金で勉強できるという発想がないのです。私個人としては社員の参加率など低くても問題ないと思っています。でもそれでは全体の底上げにならないんじゃないかという見方もあります。社長から見るともっと参加者を増やしたいのです。実践を重んじできれば強制したくはないそうです。会社としての不足は追い補っていくにしても、外部研修の参加率を高める良い方法はないものでしょうか、ね、これ完全なコンサルですね、これ。そうだけどこれどう思う。そもそもやっぱり、うん、いつものパターンかもしれないですけど、社員の大部分が研修に参加したがらない点というのは当然ポイントだと思うので、うんうん、そもそもそのセミナー自体がちゃんとしてるのかっていう話もありますし、 そうね、あとやっぱり僕が考えるのは、その身につけると、その研修に参加するとどんなメリットがあるかっていうのを、そういうあんまり勉強することに何かを感じない人には見せてあげないと、うん、なかなか意欲って湧かないんじゃないかなと思うんですけど、さすが香港まで来てるからサイトまでこれやっぱり組織でさ、もし本当に取り入れるとしたら、この中にも書いてあるけど、評価制度なり何なりで、まあ、少しあれですよね、業務の一環であるみたいなことが必要でしょうね。それから、まあ、本当にその徹底するんだったら、
手当を出すみたいなことまでもが本当は必要になると思いますけど、そもそもいいね、いいですね、トラック取ってますよこれ、ね、もうこれちゃんと香港に来てますからね、はい、築地とかじゃないですからねこれ教育っていうのはね、まあ、勉強もそうなんだけど、ある程度はもう嫌でも身につけなければいけない要素っていうものがあって、それをベースにして個人がいろんなことで興味を持ってより高めるような形で、まあ二層構造とか三層構造になってるんだよね。で、例えば中小企業の場合は大企業と違って、例えば入社したからといってベースの研修がこうできてるわけじゃないじゃない、はい、例えば大手なんかだと3ヶ月間ぐらいみっちり研修するからね、うん、なおかつその会社に入ってくる前にパソコンのスキルとか、まあ、例えば統計とか数学とか全部覚えなさいみたいな形で生かされた上で入ってくるから、実はビジネスをする上でのベースの能力っていうのができて入ってくるんだよね。なるほど、うん、で多分これ社員さんの方から見ると楽しくない研修だと思うよ、うん、ですかね、やっぱり。で多分カリキュラムも100種類とかあるんじゃないかな、まあ、100はないにしても、もう 4,50 あると思うんですよ、うん、ね、なのでこういう場合はさっき言ったみたいに評価制度なりなんなりで手当をつけるなりの方向で業務の一環だってことを言うことがまずは重要ですね、はい、それから業務の一環の中でもこの研修はどういう位置づけで何のためにやってるかっていうのをちゃんとすり合わせしとかないと難しいかなとか思いますよね、はい、で今言ったみたいに面白いと面白くないかで言うと、はい、多分面白くないだろうっていうことを最初に言った方がいいよね、うん、あ、むしろ、うん、だけど必要なことで社会人になるためにはどっかで受けるしかないと。でさっき言ったみたいに大企業っていうのは実はそこを嫌でも最初にやらされちゃうんだよって。だから中小企業の場合はそういうことをやれる機関なり機構がないので、こういうところでまとめて勉強できるっていうのは非常にありがたいことだと。ただ大体においてさ、月にいくらか置いとけば何回でも聞けます、どんなメニューでもって言ったら、そこでこう話をする人がさ、必ずしもそうスキルが高いとか、うん、一流であるとかっていうのはなかなか難しいじゃない。なるほど、うん、だからそれが分かった上でワクワクするとかドキドキするとかっていうのはあんまり少ないかもしれないけど、はい、でもやっといた方が長期的に明らかに楽で、うん、こんな機会はないから頑張ってねみたいなことね、はい、その辺のことをちゃんとその正直に言った方がいいよね、うん、最初に面白くないかもしれないけど必要なんだってのをきちんと伝える。そう、例えば栄養をバランスよく取るためには嫌いなものも食べなきゃいけないでしょみたいな、うん、社会人としてこのとこれとこれを知っとかなきゃいけなくて、足んないとこって体あるからとにかく受けてねと、うん、楽しいか楽しくないかは結構無視して受けてみたいなさ、その代わり何らかの形で評価するとか、まあ、査定に入れるとか手を出すみたいなことがいいですよね。で僕は今こう喋っててプラスで何かできないかなと思ったんですけど、これ例えば会社の中で、まあ、社長ができればそれに越したことはないんだけど、ある程度優秀な人がこのカリキュラムを全部受けた方がいいでしょうね、うんうん、でね、こっちが勝手にそのカリキュラムの評価をしちゃって自分の会社のオリジナルの研修を作った方がいいです。あー、なるほど、うん、この人ダメとか、この人いいとか、この人の報酬の何々っていう項目は入社2年目まではいいけど5年のやつがいたら怒るとか、裏で評価しちゃって研修自体外部のなんだけど、 それを評価を自分の会社のかぶせて、そうそうそう、まあ、カスタマイズするみたいな。だから4と8と12と25と63は出ろとかね、うん、そういう風な感じにして1年目の人はこれですとか、うん、3年目の人はこことここを3回ずつ受けた方がいいとかっていう風に、なんかオリジナルの研修っぽいなんかカリキュラムができたら面白いね、うん、そうですね。しかもなんか任意でいろいろできるよりもある程度示してあげた方があんまり受ける習慣ない人にいいかもしれないですね。あと心に仕組みがあるんだから、なんかでさ、この先生いいなと思ったけど高いなっていう人はここに紹介するとか、あー、なるほど、うん、何々さんここで講師しませんかみたいな、それも少しあるかもしれない、うんうん、っていうふうにちょっとその自分なりに勝手にカスタマイズするっていう方法は会社としてはいいと思う、はい、あとやっぱり最後に聞きたいのはその評価制度ってキーワード出ましたけど、うん、石田さんの、ね、会社でもやってますけど、評価制度ってもうちょっと詳しくてどういうことですか。はい、ね、社長さんは実は楽しくて働いてたり自分のために働いているので人に評価されるっていう感覚が組織の中で一番乏しいんだよね確かに、うん、まあ、例えばその社長に対する評価は売上が上がったかとか利益上がったかだから直接的に来るじゃないですか、ね、だからみんな仕事しようって言うんだけど、実は働く方からしてみると
そのいろんなことをしたことによってどう評価されるのかっていうことは単に金銭だけじゃなくて将来的に自分がどんな役職になるかとかどんな仕事をさせてもらえるのかっていうことでも実はすごく重要なんだよね。なるほど、うん、ですごくセンシティブなところなんで本当は企業はそこをちゃんと満たさないといけないんだけどさっき言ったみたいに社長が本当にそこで気にしてない、うん、だから残念ではあるよね、うん今日もちょっとねリアルな話をいろいろ聞けたなと思うんですけど、うんまあ、この研修への関わり方、はい、そしてその社長としての考え方も含めて、はい、ぜひ参考にしていただければと思います、はい、さあざわざわしていますが次回も引き続き香港からお届けしたいと思います、はい、石田さんありがとうございました、はい